ルースを知れば世界はもっと面白くなる。こんにちは、歴史解説系 YouTuber のトーストです。今日ご紹介する企業は日本が誇る時計メーカーセイコー。時計というとロレックスやオメガ、パテックフィリップなどスイス製の時計に憧れる方も多いと思いますが、日本の時計ブランドで一番有名なのはセイコーですよね。例えば家の掛け時計や置き時計がセイコー製だという方もいるのではないでしょうか。そんな私たちにとって非常に身近な存在のセイコーですが、実はこの日本で生まれた時計メーカーは私たちの想像をはるかに上回る革命的な製品を開発し、世界の時計の歴史を書き換えてきたのです。今日は日本を代表する時計メーカーセイコーの歴史をご紹介したいと思います。それでは行きましょう。セイコーの歴史は1860年に現在の東京で生まれた服部金太郎という一人の少年によって始まります。幼い頃から将来は自分のお店を持ちたいと考えていた金太郎は、11歳から洋品雑貨の直輸入をしていたお店で働いていましたが、13歳になったある時、そのお店の近くにあった老舗時計店に目が留まります。どのお店も天候の悪い日は客足が少なく、商売が難しくなることが通常であったのにもかかわらず、その時計店の店員はお客がいない雨の日でも忙しそうに修理に励んでいる。この状況を見た金太郎は、時計屋になれば販売だけではなく修理でも利益が得られ、時間をもっと有効に使えると考え、将来は時計店を開く決心をします。それから金太郎はすぐに時計店で働き出し、そこで時計の修理や販売などを学びながら、自身が時計屋として開業するために必要な資金を貯めていくことになります。しかしある時、働いていた時計店が他の事業に失敗し店が倒産。店主が困窮している姿を見た金太郎は驚くべき行動をとります。なんと金太郎はこれまで受けたお礼として、自身がそのお店で働くことによって貯めてきた貯金を店主に差し出したのです。そうしてこれまで貯めてきた開業資金は少なくなってしまいましたが、お金以上に必要であった時計に関する技術と知識を身につけた金太郎は、1877年に服部時計修繕所の看板を出し、中古時計の修理と販売を始めることになります。そして1881年、金太郎が21歳になる頃、修理だけではなく時計の卸売販売も行う服部時計店を創業。当時時計の卸商品は全て外国商館から買い取る必要があったこの時代、金太郎は外国商館との取引に対して支払いの期日をしっかりと厳守し、信頼を得ると欧米で作られた様々な時計を優先的に売ってくれる関係を築きます。それから金太郎はどこよりも早く外国商館を通さずに直接輸入できる体制を整え、順調に輸入時計の卸売業でビジネスの規模を拡大していくと、創業6年後の1887年には銀座の表通りで新たな店舗をオープン。自身のお店を短期間で大きく成長させ、若くして成功した金太郎はここからさらなる大きな目標に挑むことになります。それが国産の時計開発。そして1892年、金太郎はこれまで貯めてきた資金を元手に、精巧な製品により欧米に負けない時計事業を日本に起こすという意味を込めた時計製造工場精巧社を設立。この精巧社誕生から金太郎率いる服部時計店は猛スピードでその名を日本中に轟かせることになるのです。1892年に服部時計店の時計製造工場精巧社が誕生すると、その約2ヶ月後には掛け時計を完成させ生産体制を整えると、1895年には精巧社から初めての懐中時計タイムキーパーが完成。すると金太郎の服部時計店は輸入商品だけではなく精巧社で作った自社の商品も取り扱う店舗となり、その幅広い商品ラインナップによって大きな人気を集めることになります。1900年頃には国内最大の時計事業者にまで成長すると、1913年、精巧社は国産初の腕時計ローレルを完成させます。当時日本ではまだまだ懐中時計が主流であったこの時代、金太郎はそう遠くない将来に来るであろう腕時計の時代に備え、自社で腕時計の試作と研究を進めていたのでした。この金太郎が日本のどこよりも早く腕時計を完成できた理由は、それを表す金太郎の経営者として残した有名な言葉からも伺えます。すべて商人は世間より一歩先に進む必要がある。ただしただ一歩だけでよい。何歩も先に進みすぎると世間とあまり離れて預言者に近くなってしまう。商人が預言者になってしまってはいけない。金太郎が残したこの言葉のように、ローレル完成から翌年の1914年には第一次世界大戦が勃発。
ドイツ製の時計の輸出がストップすると、成功者が作る時計は世界中から多くの需要を取り込み、それに伴った好景気により完璧なタイミングで腕時計も日本で普及していくことになるのです。そうして金太郎の類まれなる先見性とスピード感で瞬く間に大きな成長を遂げた服部時計店は、1917年に会社組織に改め、株式会社服部時計店が誕生。大戦契機ということもあり、服部時計店は欧米メーカーと覇権を争うまで成長し、金太郎は日本の時計王とまで呼ばれるようになります。そうして服部金太郎のもと大きく成長した株式会社服部時計店とその製造部門の成功者でしたが、1923年、関東大震災が起こると、銀座にあった社屋と工場の大半が全焼。営業所や自宅さえも失い、大きな被害を受けた金太郎でしたが、なんと震災4日後には成功者の再開を宣言し、すぐに復興に着手していきます。そしてその翌年の11月頃には営業を再開すると、金太郎は震災前に顧客から修理のために預かり消失してしまった約1500個の時計に対し、新聞でその時計の同程度の新品を返済するという広告を打ち、大きな話題を呼びます。そして同年12月、震災前日に完成されていた腕時計の試作品の生産を開始。この時生産された腕時計には、新たなスタートを切ると同時に、成功者創業時の原点に立ち返るという思いを込めて、初めて成功のブランドが付けられました。成功ブランドを冠した時計が販売され、腕時計を量産化させると、1932年には関東大震災前に解体されていた銀座の時計台の跡地に、現在の和光本館として知られている服部時計店本館が完成。この和光はそれから長い間修復や補修をされながら、東京銀座のシンボルとして今もなお私たちの時を刻み続けています。そして1934年、服部金太郎は自身が持っていた時計事業を日本に残すという大きな目標を達成し、73歳でその生涯を全うします。13歳から時計業一本を生業にし、会社の規模を超え、日本に様々な功績を残してきた金太郎の常に一歩先を行くという DNA は、残った成功の社員たちに引き継がれ、それから成功は世界の成功への道を歩んでいくことになります。創業者金太郎亡き後、第二次世界大戦が勃発。戦争終結後、世界に遅れを取ってしまっていた成功は、1956年にその遅れを取り戻すかのように国産初の自動巻き腕時計オートマチックを発売すると、同年歴史的モデルであるマーベルも発売。これまで開発してきた製品よりも高精度で高品質なマーベルの発売は、当時日本にあった国産品は精度が悪い、壊れやすいといったイメージを払拭しただけではなく、海外からも高い評価を受けたため、社員たちがこれから世界と戦っていく自信とモチベーションにもなりました。それからこのマーベルをベースに、ロードマーベル、クラウンといったより高精度で高品質な時計を完成させると、1960年、成功者が持つ全ての技術を詰め込んだ高級腕時計、初代グランド成功が誕生。このグランド成功は現在もなお成功の高級腕時計ブランドラインとして世界中の人々に愛されています。そして1964年、東京オリンピックが開催されると、成功は日本企業で初めてオリンピックの公式タイマーとしての座を獲得。それまでのオリンピックは全てスイス製のものが使われていたこの時代に、成功は作ったこともなかったストップウォッチを高精度で開発するだけではなく、世界で初めて競技で使われる全ての時計をデジタル化するという功績を残します。このスイス勢に打ち勝った成功の活躍は、戦後落ち込んでいた日本人に大きな勇気と活力を与えるとともに、成功がその名を世界に轟かせる出来事でもありました。そしてこのオリンピック開催から数年後、成功は世界に衝撃を与える革命的な商品を開発します。とその前に、ここで少し簡単に時計の説明をさせていただきます。時計はその駆動方式、つまり時計の針の動かし方によって、ざっくりと大きく2つに分けられます。一つは機械式、そしてもう一つはベル研究所によって開発されたクォーツ式。まず機械式時計の動力は、中に入っているゼンマイという部品であり、これを手で巻くものが手巻き式、自動で巻くものが自動巻き式と呼ばれています。この機械式時計は、内部の部品が精巧な技術によって緻密に作られているため、現在世界でよく知られている高級時計のほとんどがこの機械式を採用したものになっています。一方で、成功がオリンピックの公式タイマーとして使った時計は全てクォーツ式だったのですが、では一体クォーツ式とはどういう時計なのか。クォーツとは日本語で水晶を意味し、水晶には電圧をかけると一定の周期で規則的に振動するという性質があります。
この性質を応用し、時計の中に入れた電池によって水晶を振動させ、その振動を電気回路により1秒ごとの電気信号に変えることで、正確に時計の針を動かしているのです。つまり、クォーツ式時計の動力は電池であり、1秒を正確に刻むための役割を担っているのが中に入っている水晶というわけです。話は戻りますが、成功はオリンピックをきっかけに培ったこのクォーツ式時計の技術を発展させ、1969年、世界初のクォーツ式腕時計、アストロンを発売。それまでのクォーツ式時計は小型化と対衝撃性を合わせ持つことが難しく、腕時計にするのは不可能だと思われていたこの時代。セイコーグループの一員であった長野県の諏訪精工社の開発チームは、この2点を独自の技術力と革新的なアイデアで解決し、クォーツ式腕時計を完成させたのです。これがどれほどすごい開発だったのかというと、1970年代にセイコーからクォーツ式腕時計の技術が世界に公開されると、世界中のあらゆるメーカーが低コストで作れるだけではなく、機械式よりも正確なクォーツ時計の開発を始め、それまで高価とされていた腕時計の価格はどんどんと下がり、大衆向けの腕時計が世の中に普及していきます。その影響は一時的にスイスを中心とするヨーロッパの伝統的機械式時計産業を衰退に追い込んでしまうほどであったため、この出来事はクォーツショックと呼ばれています。それから徐々に世界では改めて機械式時計の美しさや精巧さに対する再評価がなされ、現在ではクォーツ式時計と機械式時計はうまく住み分けながら共存しています。ちなみにこの時、クォーツ式腕時計を開発した諏訪精工社は、現在プリンターなどで有名な精工エプソンとなっています。クォーツ式腕時計という革命的製品を開発した精工は、それからも世界で初めてチタン素材を採用したダイバーズウォッチや、クォーツと機械式時計の技術を組み合わせた時計、スプリングドライブの完成など、世界初の製品をどんどんと打ち出し、世界の精工としてのブランドの地位を確立してきました。そうして創業者服部金太郎が時計の修理と卸売業で得た資金で国産時計開発の土台を作り、震災や戦争を乗り越え、金太郎亡き後もその DNA を引き継いだ社員たちが革命的な製品を次々と開発したことによって世界を代表する時計ブランドになったセイコー。2021年で服部時計店創業から140年が経ちますが、セイコーは金太郎が残した時代の一歩先を行くという精神のもと、これからも世界の成功としてその名に恥じない製品を作り、私たちの時を刻み続けてくれることでしょう。今日は日本を代表する時計メーカー成功の歴史をご紹介しましたが、このチャンネルでは様々な歴史をご紹介しています。ご視聴ありがとうございました。